VI の使い方で便利な方法をピックアップして学習していきます。 VI スペースサンプルとしてファイルを開きます。エンターキーを押します。ファイルが開きました。まずカーソルの移動について学習します。現在ノーマルモードです。ダラを入力すると行末へカーソルが移動します。数字の0を入力することで行の頭に移動します。 W と入力することで次の単語へ移動します。 WW B と入力することで前の単語へ移動します。 BB大文字の G と入力することで文章の末で移動します。シフトプラス G キーです。末尾の行に移動しました。次に数字の1と入力して、ラージ G、シフト G と押すと、文章の先頭へ移動します。そして指定の行に移動した場合ですけれども、行数と大文字の G で指定した行へ移動します。例えば3行目。この3行目に移動したいときは、数字の3と入力して、シフトプラス G で3行目にカーソルが移動します。次にページ送りについて学習します。現在、入力の行数が少ないので、ページ送りが分かりづらいので、入力していきます。I を入力してください。インサートモードにして、Add、あとは A、Return で、画面を埋めてください。途中から B を入力して画面を埋めていきます。このぐらいで大丈夫でしょう。エスケープを押して数字の G、シフトプラス G で先頭に戻ります。まず次の画面へ行く方法ですが、コントロールキープラス F キーを押します。次の画面へ移動しました。そして前の画面に戻る方法ですが、コントロールプラス B キーで前のページに戻ります。1プラスシフトプラス G で文章の先頭に戻ります。現在ノーマルモードです。X キーで1文字、文字を消すことができます。X。矢印の下キーを押して、次の行に移動して、D を2回押すことで1行削除することができます。D 1行消えました。これは削除としても使えますが、カットとしても使えます。上キーを押してペーストの P と押すとカットした文字列がペーストされました。次に1行変更をやっています。 I キーを押してインサートモードにします。ちょっと分かりづらいのでテストの右にスペース、もう一つテストと入力してください。そして、エスケープキーを押して、ゼロキーを押して、行の先頭に移動してください。この状態で CW と打ってください。CW はチェンジワードの略です。一語変更することができます。エスケープキーを押してノーマルモードに移行します。ゼロキーを押してください。行途に移動します。次に1号削除をやっています。 DW と打ってください。 DW 1号削除されました。
DW はデリートワードの略で一語削除することができます。次にコピー&ペーストとカットについて学習します。 Y キーを2回押すことで1行をコピーすることができます。 YY これでコピーできました。 P を1回押してください。現在のカーソルの場所にペーストすることができました。次にカットをやってみます。 D を2回押してください。 DD これでカットできました。そして例えばこのアドのところでペーストの P を押してください。 P カット&ペーストができました。次に検索を学習してみたいと思います。今ノーマルモードです。検索はスラッシュキーを押してください。その後に検索したいワードを入れます。例えば Add ADD と入力してください。 Enter これで検索ワードのところにカーソルが移動します。次の候補を表示したいときはスモール N を押します。 N キーを押してください。これで次の候補のところにカーソルが移動します。前の候補に戻りたいときはラージ N です。シフトを押しながら N キーを押します。前の候補に戻ります。次に VI に行数を表示する方法について学習します。現在ノーマルモードです。コロンと打ってセットスペース NU と入力してエンターを押してください。これで行数が表示されました。逆に行数を表示させないようにすることもやってみます。コロンセットスペース NONU エンターとしてください。行数が消えました。 VI の操作でよく使うものについて学習しました。まだ他にも便利なコマンドなどがあるのですが、最初から全て覚えようとすると大変なので、使いながら覚えていったり、やりたいことをネットで検索しながら、徐々に慣れていっていただければと思います。